はい、どうも、大河です。というわけで、今回はですね、思い出しストレス対策についてご紹介しようかなと思います。思い出しストレスですね。これどういうことかっていうと、人間で実際感じてるストレスでも、こう、ストレスを感じて、メンタルがですね、こう、残念なことになってしまったりとかですね、イライラしたりとかして、まあ、非常に嫌な気分になると思うんですが、実はね、人間の脳って、どうやら、想像しているストレス、目の前に起こっているストレスじゃなくて、想像してたりとか、思い出しているストレスと、実際にですね、自分が今この瞬間に感じているストレスの区別がつかねえんじゃねえかって、ちょっと恐ろしい研究がありまして、今日はそんな思い出しストレスの、構造と、それをどう対策すればいいのかということをですね、今日はご紹介しようかなというふうに思います。こちらですね、ピッツバーグ大学が行った研究でして、人間の体とメンタル、心の部分ですね、これはどういうふうに繋がってるのってことをですね、調べた、研究なんですよ。で、これ分かりやすく言うとどういうことかっていうと、病は気からって言いますけれども、例えば、へこんでる時とか、なんか嫌なことがあった時って、体調崩しやすくなったりとか、風邪ひきやすくなったりとか、皆さんしたことありますよね。ああいう現象です。心の、状態が、肉体とか、体の健康にも影響を与えちゃうんじゃないのみたいなですね、現象はよくあると思うんですけど、あれって、科学的に本当に正しいのってことを調べた、そんな研究です。で、逆も一応調べてあります。体の調子が悪いと、体調が悪いと、なんか気分も乗らねえなってなるじゃないですか。ああいう風に体の状態が悪いことによって、メンタルにも悪い影響があるのか、みたいな、こういうですね、双方向、体と心がどう繋がってんのかっていうことをですね、調べた。そんなですね、研究になっております。一応先行研究とかも踏まえて、やっていこうかなというふうに思いますが、実はですね、この研究チームがですね、面白い、ですね、発見をしまして、どういうことかっていうと、どうやら人間の脳と、このストレスシステムですね、このストレスを、繋ぐ線っていうのがですね、見つかったというですね、まあ、軸なんですけれども、そう、HPA 軸とかですね、言われているもので、脳の視床下部と下垂体、それで、副腎っていうのは、いわゆるこうストレスホルモンとか出す場所ですね、司っている場所なんですけども、この副腎が、実は下垂体と、脳とですね、繋がってまして、で、これがですね、人間の体の中で大きなシステムになってるんですよ。で、これがですね、どうやら、いろんな問題をですね、起こしてまして、結局ですね、この研究チームは、脳がどういうふうにそのストレス、をですね、司っている副腎と繋がってるのかってことを調べたら、人間の大脳皮質って場所ですね、ここの神経ってのが副腎に繋がってるんですよ。で、副腎はですね、いわゆるストレスコントロールとかメンタルの、状態とですね、深く関わっている場所で、人間の体のいろんな反応をですね、コントロール、しているんですよね。はい。だから、言ってしまうとですね、人間の脳っていうのは直接、副腎と繋がってるので、どういうことかっていうと、当然なんですけれども、人間がストレスを感じたら脳がそれを検知するのは当たり前なんですが、逆が起こるんですよ。脳がストレスを想像したりとか、思い出したりとかするだけで、大脳皮質からですね、下垂体。で、下垂体から、副腎に、繋がっていきまして、その体の方でストレスが発生しちゃうんですよ。実際の反応として。でですね、今回のデータの面白いところは、過去の失敗を思い出したりとか、嫌な出来事をじゃあ実際に思い出させたらどうなるのかと、いうこともですね、調べておりまして、これ実際に嫌な出来事を思い出すだけで、うわー、冷静に考えたら、部長に言われたこれマジムカつくわとか、いやマジあの子がねあの時にこういうこと言ったけど今思ったらないわーイライラするわーみたいなことですね、こう昔のことを思い出してイラッとすること皆さんあると思うんですけども、これ実際にそれで体内でストレスって発生しちゃってるんですよね。そう、そういう風に嫌なことを頭の中で考えるだけで、僕らの副腎皮質にはですね、シグナルが送られまして、でそこからですね、実際に嫌な出来事がですね起きた時と同じ反応して、要するに体内にですね、こうストレスホルモンバンバン出しちゃったりとかするわけなんですよ。よくだから脳はこういわゆるこうね、今目の前に起こってる現実と想像を区別できないよみたいな、ことをですね、言う人が、まあ、自己啓発のね、業界とかでもいますけれども、いますが、これですね、ちゃんと科学的な理由があるというところなんですよ。だから何が怖いかっていうと、僕らって、頭の中で想像してるストレスとか、自分がの身に起きたストレスですね、これをちゃんと、なるべく短時間で処理したりとか、終わらせてあげないと、それを思い出すたびにですね、ストレスのダメージを食らっちゃってるという可能性があるわけなんですよ。思い出しストレスってね、言うとあれですけれども、なかなかこれ怖いですよね。はい。で、実際にですね、じゃあこれ、こういうことって皆さんあると思うんですよ。で、この話をしている状態でも今皆さんの頭の中にはきっと、うわ、じゃあ時々思い出すあのストレスとか、ああいうことされたりとか、昨日言われたこういうこととかずっとストレスになるんだろうな、みたいな、やばいみたいな風にですね、焦る方もいらっしゃると思うんですけど、安心してください。今日はですね、そういった、思い出してしまうようなストレスですね、こういったものをコントロールするための方法をですね、後半でご紹介します。これ実はですね、鍛えることによって、このですね、思い出しストレスっていうのをコントロールすることができるようになるということが分かってるんですね。でこれ何かっていうとですね、これ要するに副腎が問題なんですよ。副腎が脳と繋がってるから、脳が、ストレスを受けた時に副腎にですね、シグナルが行ってしまって、これでストレスホルモンが出ちゃって、実際にデメリットがあるんですよ。じゃあ逆に言ったら、それをコントロールすることもできるんじゃないかと。で、これを言うとね、
時々自己啓発のセミナーとかでよく聞く話ですけど、言うのは、だから脳のストレスってのは皆さんからに実際のストレスを思い描きますんで、他人への感謝を想像しましょうとか、ね、やってもらったいいことを考えてね、感謝しましょうその人にみたいなね。よくですね、そういうなんか教えありますけれども、それもいいんですよ。感謝をするっていうのは実際にストレスに強くしてくれ、僕らを強くしてくれたりとかするんですけれども、でもさ、イラッとしてる時とかにさ、感謝を思い出すのって結構むずいじゃないですか。だからできれば、もっと簡単な方法、できれば想像を使わないで、その体の動きとか物理的なね、作用によって、ストレスをコントロールできるのが一番いいわけですよ。これ皆さん覚えておくというのが、ポイントは、頭の中のことをコントロールするときに頭は使っちゃダメです。要するに頭の中でこうネガティブな感じがわーってですね、湧いているときに、ネガティブなことを考えちゃいけないんだって頭で考えても余計ネガティブになっちゃうんですよ。だから頭をコントロールしたいとき、メンタルをコントロールしたいとき、心をコントロールしたいときは体を使ってください。で、逆に体をコントロールしたいときにはメンタルからアプローチするというのが基本です。ね、体と心っていうのは別々なものになって繋がってるんですけれども、片方ずつ動く傾向がさっき言ったみたいに多いので、だから片方が気まずい状態にあったら反対側からですね、アプローチすることによって、コントロールできるわけですよね。こういう事例が結構多いんですよ。じゃあどうすればいいかしたら、もう何だかわかりますよね。そうなんです。実はですね、副腎と、もう一個繋がってるものがありまして、これ運動なんですね。運動に関わる脳のエリアが副腎とですね、連携してるよってことが、このですね、今回の研究ではですね、示されてるんですよ。どうやら、僕らの体の特にバランスを保つ能力ですね。まあ、いわゆるこう体のこう、例えば片足で立ったらこうやって体バランス取らないといけないじゃないですか。で、こういうバランスを取るときに使う脳のエリアっていうのが、どうやら人間の副腎の働きに影響を与えているということがですね、分かったんです。つまりどういうことかっていうと、体のバランス感覚が必要になるような作業をやったりとか、体のバランスを取るために必要な筋肉を使うような運動をしてあげると、それが、いい影響を与えて、実際にストレスホルモンを減らしてくれたりとか、ストレスにですね、強いですね、皆さんの体を作ってくれるという可能性が示唆されてるんですね。面白いですよね。だからこれどうすればいいかっていうと、まあ、いわゆる姿勢を良くすることを心がけるとか、ちょっと難しめのね、なんかこう、体のバランスが必要なダンスをやってみるとか、あとはヨガとかでもいいですよね。ダンスとかじゃなかったら、ヨガも結構体のバランス取らなくちゃいけないので、ヨガをやってみるとか、あとはね、ベタですけど、体幹トレーニング、でもいいですね。バランスボールの上に乗っかるだったりだとか、あとアブローラーなんかもね、そういう意味で言うと、ストレスコントロールって点で言うんだったら、あれをかなりバランス取らないといけないので、あれも効果は高いわけなんですよ。で、じゃあ体幹って言ったら、道具使いにできるものはないかって言ったら、あるんですね。普通の腹筋運動です。もうこういう腹筋運動ですね。僕もいわゆる腹筋運動、いわゆるシットアップってやつですよね。こう、こうやって寝転がって、こうやってやるやつ、あるじゃないですか。で、こういう腹筋運動って、あんま意味ないよっていう話を昔したことがあるんですけど、こういうこと言うとね、すぐ叩かれるんですけど、僕が言ったのはダイエットには意味ないよっていう話なんですよ。要するに、腹筋の筋肉って小さいんで、消費カロリーが少ないから、一生懸命こうやってやっても、まあ、腹筋は鍛えられるかもしれないけど、それによって消費カロリーがね、たくさん生まれるわけじゃないので、別に腹筋やったところで腹筋割れないし、みたいなそういう話で言ったんですよ。でも、体幹を鍛えることには変わりないので、これによって思い出しストレスとかね、何回もこうぶり返す、ストレスにですね、皆さんのメンタルが強くなる可能性ってのは十分にあるわけですよ。なので普段から姿勢を良くするのに心がけて、できたらダンスかヨガをやってみて、それが苦手だったら体幹トレーニングで、どうしても嫌だったら、腹筋運動すると、いうことをやってあげるだけでですね、ストレスに対抗するための力が身につけますよというのがですね、今日のお話でした。ぜひ皆さんもですね、嫌なことを思い出してしまってストレスを抱えやすいという方はですね、体幹トレーニング、ダンスかヨガ、ぜひやってみてください。というわけで今日はそのストレス対策をご紹介したんですが、まあ、やっぱ皆さんの周りにストレスを与えてくる嫌なやつってのがいますよね。で、こういう嫌なやつらっていうのにどうやって対処すればいいかってことはですね、実は今日のですね、概要欄の方に無料の特典が今日2つついてるんですけど、いつものように動画に。はい、無料特典の1つ目、Dラボですね。僕は知識のネットフリックスを目指して作った Dラボというサービスがありまして、これ今20日間無料で、見れるんですけれども、この中で、マウンティングとか嫌なやつとかね、カバーとアグレッションとか、そういった単語で調べていただくとですね、Dラボから嫌なやつにですね、どうやって対処すればいいのか、マウンティングにどうやって対処すればいいのか、あるいはね、めんどくさい上司にどうやって対処すればいいのか、もちろん上司って検索すると出てくると思いますけど、こういう方法がですね、動画で解説されていますので、ぜひですね、ストレスを根こそぎ断ちたいという方はですね、そういう対処法から学んでみてもいいかもしれませんので、ぜひですね、概要欄の無料特典その1、Dラボの方をぜひですね、チェックしてみてください。今日の無料特典その2はですね、今 Amazon で僕のオーディオブックが無料で聴けるキャン
ャンペーンをやっておりまして、この究極のマインドフルネスみたいなね、ストレスに効きそうなテクニックから超集中力とか文章術とか、ビジネスや人生に役に立つようなですね、本まで、今ですね、いろんな本が無料で聞けるというキャンペーンをやっております。はい。ね、概要欄の方からですね、リンク貼っておきますので、ぜひですね、興味ある方はチェックしてみてください。あと今日のおすすめの本なんですが、今日のおすすめの本はですね、ストレス対策といえばこれですよね。超ストレス解消法、水球さんの本ですね。僕はよくご紹介してますけれども、ストレスの解消法って実はね、たくさんあればあるほどいいんですよ。実際にそのたくさんあるストレス解消をやらなくても、自分はストレスの解消テクニックをいっぱい知ってるんだということを認識するだけでもストレスに強くなるということが分かってますんで、ぜひですね、この超ストレス解消法を概要欄の方に入れておきますので、チェックしてみてください。それではですね、ぜひ、無料特典、20日間無料の D ラボ、そして無料のオーディオブックですね、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。